どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。集まれ動物の森、実況プレイやっていきたいかと思います。なんかカレーシュグマとギャルトラがなんかやってますけど、いや、やっとね、口内炎が治りましてですね、まあやっと喋れるようになったという感じでございます。じゃあ行きましょう、ポチッと。さあ今日はどうなるんでしょうかね。そして今日は住民のビアンカさんのお誕生日でもあります。最初の方を取り損ねましたね。まあ失敗しょうがねえ。はい、まあ行きましょう。そうなんだ、おめでとうございます。腹パッチン腹パッチン腹パッチン、いつものように顎下パッチンでございますね。まあいいでしょう。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね、ということですね。はい、ということでブス島ハウスからスタート。お、メールが来ておりますが、アイテムいっぱいなんだよな。はい、ということでお便りコーナー行ってみましょうか。はい、何が来てるかな。ルーズから来てますね。昨日ブス島ちゃんがあたいの夢出てきた。もしかして何かあたいに伝えたいことがあるのかなと思ってメッセージカードを担いでみたんだ、書いてみたんだ。お返事待ってるね。バイルーズ知るか。まあまあまあいいや。そういえばお姉さん今日あれか、誕生日か。しょうがねえな。なんかちょっと見てくか。相変わらずここの上なんか乗ってんだよな、これ。まあいいや。おお、クソタヌキ1号2号。何やってんだよ、お前ら。いらっしゃいませ、タヌキ商店へようこそ。おお、株価だよ、とりあえず気になるのが。いらっしゃいませ。今日はどのように、今日の株価だよ、これだよ。建物の株価60ビル、ふざけんな、お前ら、もうちょっと考えろよ、本当に。あんまり金ねえんだから、俺。で、何これ、ラグビーボール。ほんほんほん、あ、アメフトボールか。まあちょっともらっとこうか、俺な。あとはあれなんだよ、お姉さんにあげる何か誕生日プレゼントねえかなと言いながら別のものを買ってしまうというね。おアウトドアの方法は最近釣りやってねえな。そうやな、なんかお姉さんにあげるのいいもんねえかな。もうちょっとなんかいいもんねえのか、お前らなあ。ちょっとお姉さんにあげるなんかいいもんねえかな。これ、あ、何このいやらしいベッド。そちらの商品はオリエンタルのベッドで、まあそのままだ。23,000。うん、今はいいや。何このラブホにありそうなやつ。ちょっとこれもラブホにありそうじゃん、これ。なんだよ。そちらの商品はキュートなドレッサーでございます。お値段5,400。もうこれお姉さんにはちょっとあれだな。可愛すぎるな。フラミンゴ。これもいまいちだ。オスのフラミンゴでございます。3000ベル。こんなもんに3000ベルか。ちょっとあれだな。死の湖でね、こいつらよく繁殖してんだもんな。確か餌食って。つうかさ、マンハッタンさんも言ってたけど、お前らもう少しさ、品揃え、要はお客様が喜ぶこと考えなきゃダメだろ。なあ。もうちょっとやる気見せてくれ。頼むぞ、本当に。そうしてて頭かち割るからな、この野郎。うん。じゃあな、頑張れよ。うん。はいはい。いやー、島が相変わらず汚いっすね。いやー、そういえば昨日ね、この店もこっちも汚いっすよ、シスターズも。なんだよ、なんか、包帯売ってなかったか、今。うえ、来たぞー。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。いつも通りですね。今、口が回んなかったのは何これ、パンプス踏まれるといいやつか。うん。ほう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 。うん、これはいいや。ところで俺が気になったのはこっちだよ。これ。何これ。包帯服やね。おう、これは買うよ。買っちゃう買っちゃう。大きに。確かに。これもう一個買うよ。これ。これお姉さんのプレゼントだ、これ。うん、包帯の服やね。うん。これにしよう。はいはい。買う買う買う。大きに。はい。おう、姉ちゃん。おう。薄島さんってどんな感じの服がお好みなのかしら？ね。白と緑、銀ガムチェックだ。お前、うるせえよ。おめえに話聞いてねえだろ。クソが。うん、黙ってろ、少し。もう、それは金ちゃんの好みでしょ。そうだ、そうだよ。ちょっと、あさみちゃん、もう。このクソネズミ、ほんとに、お前。この面、かぶせるぞ、ほら。おい、ちょっと聞いて。時々この島に、まあ、いつもと同じか。お前もつまんねえ女だな。まったく、ほんとに。うん、はいはい。うん。つうか、お前な、お前も少し黙ってろ、本当に、畜生は。うん、じゃあな、頑張れよ、お前らも。うん、はい。
おーし、じゃあ次行ってみっか。そういえばあとしばらくここ会ってなかったな。何あいつら密談してんだ。お、今日はどうもどうも、ブス島さん。お家立派な地下室でできたでしょ。あれだけ立派なお家を建てちゃう人はそうそういないんだもん。ということで、またか。249万8000ベルのローンを組ませていただきます。あ、お支払いは今回も、たもうね、家最大の拡張らしいからね、うん、ほら大きくできないからね。はい、もう払う気ございません。もう踏み倒すから。もうお前な、久しぶり静江さん話してみろ。お前静江さんも最近なんだよ。うん、あら、ブス島さんと、お疲れ様ですと。どのようなご相談。そうだな、ちょっと島の評判聞いてみっか。はい、評判、はいはい、評判は三つ星か。最近話題の島として、もういいよ、うん、いつも通りか。お前もつまんねえ女だな。うん、俺毎週、あ、これあれか、あの、なんだっけ、あれ、株売ってるボタン鍋素材、忘れちゃった名前、なん、とにかくボタン鍋の素材だよ。うん、はいはいはい、お花、うん、じゃあ、はいはい、気になるって、物で散らかってる。そりゃそうだ、うん、なんかね、うちの島ね、イオンと勘違いして来る人いるんだよ。うん、イオンとなんか服とかね、勝手に持ってかれるんですよ、結構。うん、やっぱりそこら辺に置いとくのダメかもしれませんね。はいはい、もういいよ、おめえ、もうとりあえず耳のそれつかませろ。うん、じゃあな、お前はね、踏み倒されんだよこれから。うん、じゃあな、タヌキ。おう、まあ、とにかくまた、はいはいはい。しかしハンマーでお前らよく何でも作るな。集まれ、動物の森。お前何やってんだよ、落とされてえのか、落としてやろうか。おい、こっから落とされてんだろ、お前蹴るとかねえのか。蹴るとか、これ蹴るとかさ、なんか、なんか牛円錐切りとかねえのか。くっそ、叩き落として、くっそ、マジ叩き落としてえな、これ。おい、ジンギスカンよ、お前。あ、何これ、無敵なのこいつ。お前、うえうえうえ、彼、動物の森、うん、こんにちは。相変わらず元気そうだな、ふんふん。頭おかしいんじゃねえのか、お前、こんな殴られてんのに。うん、お話しよう。体を動かして、いい汗かいた後はちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やしちゃ意味ないからな、ふふん。お前、こんなもんに座ってんじゃねえよ。いや、どうした、ふんふん。話に来たよ。なあ、パロプンテパーセントの知覚過敏がこの間遊びに来て、何してたか知ってるか。なんだよ。なんでもこの島で結構長い時間遊んでたみたいだぞ。そりゃそうだ。そんなに楽しんでいったってことは、オイラたちの、もうブス島島の家族みたいなもんだよな、ふんふん。お前、食材の分際って、お前、何、兄貴のことなんか言ってんだよ、この野郎。もう呼んだだけだよ。あ、そうじゃ。お前なあ、相棒のこと、なんてこと言うんだ、このクソ野郎が。あ、いたたた。今のは角のとこが当たったぞ、ふんふん。もう、お前、トゲつけのやつやってやろうか。もう、とっとどっか行け。おお、姉さん。おお、楽しそうだな。ブス島さんじゃない。来てくれて、とっても嬉しいわ。今日はぜひ楽しんでいってね。素敵ね。おお、よし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 。おお、姉ちゃん。ふふ、お誕生日って年に一度だけだから、とっても特別感あるのよね。うん、ケーキを照らすろうそくの火も集まってこの感じも私大好き、うん、あ、それに誕生日といえばプレゼントだってもらえるでしょう。素敵ね、この物乞い野郎が。このよし、包帯の服をやろう、これをな、うん、ほら、あら、これは包帯の服ね。まさかこれを選んでくれるなんて私思っても、まあそうだろうな。うん、今日は本当にありがとう。あなたとお友達になる、とっても嬉しいわ。素敵ね。おお、まあ素敵。てか、お前楽しそうだな、ニワトリ。おお、ブス島、お前もビアンカの誕生会に駆けつけてきたのか。おいらのトレーニング掘り出して出してきたんだぞ、ダッコケ。何偉そうにしてんの、お前。なんか、派手なメガネかけやがって、お前。いい加減にしねえと、フライドチキンか手羽先にすんぞ、この野郎。たく生意気だな。まあ、ビアンカ姉さんも楽しそうだな、お前らな。うん。いや、よかったよかった。頭にケーキ乗っけて。
うん、それ頭の上ね、うんこだったら便器マンですからね。まあいいや、じゃあな、まあお誕生日おめでとうと。はいはいはい、いやよかったよかった、照れてね、うん、また遊びに来てねと。はい、素敵ねと。はい、じゃあね、はいはい。ビアンカ姉さんもね、つうかお前何ドーナツ持ってへこんでんの、もっとやってやろうかこの野郎、ほらほら。うん、あのさ、虫捕まえるトレーニングならオイラじゃなくてもできるだろう、ふんふん。いや、ただお前が嫌いなんだよ俺は。じゃあな。なかなか屠殺難しいな。集まれ動物の森。はい、こんにちは。とはただいまのブス島とは、はい、4時18分ということでね、まあいろいろと準備がありまして、まあ夕方になってしまっております。お知らせあんのかい。今日オズモンドさんという方が新しく引っ越されてきました。おい、勝手に引っ越してくんなよ。おいおいおい、ちょっと待て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 、やっと一匹いなくなったと思ったのに、おい、住民ガチャやる予定だったのによ。オズモンドってなんだよ。いやいや、歓迎しねえし。ふざけんじゃねえよ。おいおいおい、勝手に来んなよ。おい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 、ガジロウといい、なんだよ。今度オズモンド、なんだ今度これ。勝手に、何お前住み着いてんだよ、こいつ。せっかくいなくなったと思ったら、何、面白いやつだったらいいけどさ、勝手に来んなよ、本当に。うわ、またクソつまらなそうなコアラだな。よっ、早速来てくれてサンキューなと。おいらオズモンド、今日ダークプリンズマカリ島からやってきたんだ。あら、オズモンドって何、ルカピーさんがよこした資格、これ資格ですか。これからブス島島の死体の近人として活躍するからよろしく頼むぞ。わーい、おうおう、ちょっと待ってろ。よいしょっと。まあとりあえずこんな感じにしとくか。まったく資格を送り込まれたよ。ないのかもしれない。ブス島もかなり身勝手で勝手な生活をしております。うわー、ハルクホラーだな。全然ブス島的には OK です。確かにおっかねえ感じはするけどな。はっきりしたこと言えよ。もう教授もめんどくせえやつだな、こいつも。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。